前向き抱きパラレル装着の方法をご説明します。首が座った生後5ヶ月以降からこの抱き方ができます。タブをお子様の身長に合わせてください。シートアジャスターはグレーのボタンにかけます。肩ストラップを少し長めに調節します。キャリアアタッチメントを引き上げ、ウエストベルトを装着します。ウエストの高めの位置で装着します。ウエストベルトが緩みなく左右均等になるよう、左右からストラップを引いて調節します。ベビーウエストベルトのバックルを留め、ヘッド&ネックサポートをかぶせます。左右のストラップを肩にかけます。バックルを留め、長さを調節します。お子様が中央で密着するよう、肩ストラップの長さを調節します。膝が上がり、足が M 字の姿勢になるようシートを調節します。ウエストベルトを緩みなく左右均等になるよう、左右からストラップを引いて調節します。バックルを脇の下で留めると、荷重をバランスよく分散できます。肩ストラップを長めにすると、首の後ろでバックルが留められます。肩ストラップはバックルを留めてから調節しましょう。足が自然な M 字型になっていますか？背中が緩やかな C の字を描くようにしましょう。肩ストラップがお子様に食い込まないように注意しましょう。顎が完全に出て、顔が見えるか確認します。